はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は改めてボーカル録音の仕方、順番であったり気をつけること、そしてどのように調整をしていくか、そんなようなことを初心者の人にも分かりやすく説明をしていきたいと思います。まず簡単な E メジャーの4小節の伴奏を作りましたので、ちょっと聞いてみてください。はい、伴奏とも言えないような EBBE、 こんな簡単な伴奏です。歌詞も今日の動画用に考えてちょっとメロディーを作りました。童謡のような簡単な歌です。ではこれを録音するんですけれども、まずやらないといけないことはマイクの調整です。マイクのインプットはスタジオ1の場合、ここで入力のゲインを出します。このマイクは今ヘッドセットマイクの音が皆さんには聞こえているはずです。でもちょっとここでマイクを切り替えたいと思います。はい、録音するときはトラックの録音ボタン、これを赤く点灯させます。そしてモニターした方が聞きやすい方はこのモニターをチェックします。こうするとモニタリングできることになります。録音するときは基本的にはメトロノーム、いわゆるクリックをオンにします。そしてここではプリカウントを1小節に設定しています。これで録音をしていきたいと思います。マイクがコンデンサーマイクに変わりました。オケには1小節の E のコードの音程を取れるようにしてある小節が入れてあります。ですから1小節飛ばして録音をすることになります。では録音を開始します。録音は点キーの米印を押すと録音が開始できます。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。これで録音が終わりました。ちょっと僕のマイクが2つのところから入っているので二重に聞こえたりする部分も若干あるかも分かりませんが、ご了解ください。そして録音がまずできた。もちろん1回でダメだったらテイクをいくつか撮っていただきます。スタジオ1のユーザーの方はこの動画の1つか2つ前にコンピングという話、いわゆるテイクを1個2個3個撮ったいいとこ取りをするというような動画も作っていますので、またテイクをいくつか取る方法というのはそちらの方で見てください。一応録音は完成というところからお話をします。録音が終わったら次一番大事なのは何でしょうか。これはノイズ処理です。ノイズ処理にはまあいくつかのソフトがあると思うんですけれども、僕はエイコンデジタルという会社のノイズ処理ソフトを使っています。考え方というのは、皆さんが多分持ってる方が多いだろうアイゾトープの RX、 これなんかとも基本的には全く同じです。でも RX を間違って使ってる方もおられますので、必ずこの方法でやってくださいね。このように歌うちょっと手前ぐらいのところですね、ここでループを作ります。そうしましてここを再生します。こうですね。そしてここで Learn というボタン、アイドトープの RX にもあります。それを押しましたら、多分皆さんのところには今大きな雑音が聞こえてるんじゃないかなと思います。これで雑音を測るんです。そうしましてボタンを切り替えます。これでノイズが消えたと思います。ノイズの消える度合いはこのソフトの場合ここで調整をします。左へ回していくとまたノイズが出てきます。ノイズは取りすぎてもダメだし、取り足らなくてもダメです。完全に取りたいためにということで、これ右いっぱいにしたらノイズは確かになくなります。でも歌のいいところとか空気感とかまでもが消えてしまいますので、耳で聞いてノイズがなくなったなと思う
そういうさじ加減にしてください。これでまずノイズの処理ができました。そうしましたら、特にスタジオワンユーザーの方はメロダインが無料でついてきています。ボーカルのメロディックな音を調整するためのメロダインは無料で配布されていますので、それを使いましょう。この時にコントロール M を押しますが、新しくなりましたスタジオワンのバージョン 6.2 の方では、一番上の方にこんなイベントエディターというのができています。ここからこのメロダインをこちらに持ってきても OK です。このようにリージョンの上に重ねます。こんな感じに分析ができました。はい、このキーは E です。もしこのように E フラットマイナーというふうになってしまっていた場合は、ここを直しましょう。E メジャーです。僕の音程が悪いからですね、判断ミスをしたのだと思います。まずここですけれども、音を聞きながら音痴になっているところを直していきます。自動ででも直せます。でもできるだけ耳で聞いて直すのがいいです。ちょっとやっていきましょう。かー、ここから始まります。かき氷が降る。きーごーりーがーかき氷が降ってきた頭のふーてきーたちょっと前半もう一度聞いてみます。かき氷が降ってきた頭の上にも降ってきた。はい、ここでブロブが一つになってしまっていますが、これでは調整がしにくいですので、このブロブの上の方に持っていくと、こうやってクリックをして切っていきます。たーあー頭のたまのうえにもあたまの上にも頭の上にも降ってきた。降ってきた。た。はい、これで音程が直ったと思います。ちょっと聞いてみてください。か。き氷が降ってきた頭の上にも降ってきた。だいたいいいですね。このようにしてピッチを直します。では今度はコンプをかけたいと思います。コンプレッサーは今日は皆さんに説明するために純正のコンプレッサーを使います。今スレッショルドはマイナス12デシベルぐらいにしています。通常ゲインステージングでマイナス10デシベル前後にしますので、このマイナス12というぐらいにするのはいいところです。だいたい理にかなっています。でも自分の取った音を見てみないとこれは何とも言えません。僕は目安としまして、自分が歌っているピークからマイナス4デシベルぐらい下がったところ、これぐらいを軸にして調整すればいいと思います。ループをしながら確認します。かき氷が降ってきた。かき氷が降ってきた。かき氷が降ってきた。レシオですけれども、ボーカルの場合は案外レシオが強くてもいいと思います。かき氷が降ってきた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 。ここで少し2を上げています。というのはこの2を下げると、ここが急激に
折れ曲がります。ということはコンプレッサーがすぐかかるということです。今回の歌はどちらかというとバラードではありません。かき氷がといって、137bpm ぐらいですのでリズミカルな歌というふうに考えた方がいいです。そうなると歯切れがある程度必要になりますので、頭から叩いてしまうとですね、曇った感じになります。ちょっと聞いてみてください。かき氷が降ってきた、かき氷が降ってきた、2位を上げます。かき氷が降ってきた、かき氷が降ってきた、かき氷が降ってきた。はい、あまりアタックを叩きすぎないようにすることも大事です。アタックタイムも少し遅めにしています。それも今言った理由です。アタックタイムを早くするとコンプレッサーをかけたら音が奥まってしまったという方もたくさんおられるんですけれども、それはアタックが早すぎます。かき氷が降ってきた、はい、早くします。かき氷が降ってきた、かき氷が降ってきた、かき氷が降ってきた、かき氷が降ってきた。はい、ここまで上げるとはっきりですね、かという音が聞こえるか、あと聞こえるか。潰しすぎると音のアタック、いわゆるトランジェントとも言いますけれども、そこが潰れすぎるからです。アタックはボーカルの場合で歯切れよくしたいときはアタックを遅めにして優しく聞こえる方がいい場合はアタックを早めにすると良いでしょう。入ってくる音と、そしてメイクアップ出ていく音がちょうど同じぐらいにします。ここ切ります。頭の上にも降ってきた、かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。このようにですね、入ってくる音、いわゆる何もしていない音とコンプレッサーを通った後、これの音がだいたい同じような音量にする、そうしてからですね、コンプのかかりをよく検討した後にメイクアップゲインを上げて音圧を上げたい人はここで上げるといいと思いますが、まずは入りと出を同じぐらいにする、これがコンプレッサーの基本的な考え方です。次ですけれども、イコライダーで音の色彩を整えていきます。これも純正のイコライダーを入れてあります。ちょっと2キロあたりのところでついています。この2キロあたりっていうのは単純に2キロぐらいというイメージじゃなくて、ボーカルをやる時のセオリーとしてカラーが出やすいという特徴があります。もちろん声質にもある程度左右されまして、この2キロというのを上げたり下げたり、カラーを決めるかなり重要な場所だというふうに思っておいてください。ちょっと聞いていきましょう。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた、はい、かき氷が降ってきた、かなり沈みますよね。頭の上にも降ってきた、かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた、かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。はい、そしてローカットをかなりはっきりしています。ここでは 80Hz から下を大胆に切っています。このようにしてイコライザーを整えます。そして僕の場合はここにノベルテックのボーカルエンハンサー、名前の通りボーカルを際立たせるためのツールです。ですからこれは一番下が1キロ、上は20キロまで制御できますが、この幅でですね、どの部分を強調するかというのを指定できるようになっています。今のところは2キロから8キロ、このぐらいにしています。そしてこれを上げることによってそこが強調されるようになります。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた、かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。ここまで行くと上げすぎですけれども、かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。
こんな順でエフェクトしていきます。ただちょっと気になったのが、降ってきたの音程がおかしいですね。上にも降ってきもふふ上にも降ってきたふってきた。ここはしゃくっていますが、だこれでもいいです。上にも降ってきた、はい、これ方がいい感じですね。はい、ここまで整えたら次はリバーブですよね。リバーブを入れます。基本的にはセンドリターンのリバーブをかけます。いろいろ言われる方もおりますが、僕は統一感を出すためにほぼセンドリターンでやります。インサート、いわゆるトラックごとにリバーブを変えるということは少ないです。でも特徴的なリバーブをかけるときはまた別ですが、このように一旦ちょっと消しますね。リバーブのソフト、これをこの空いているところに入れます。ちょっと今日はホールリバーブ、これを入れたいと思います。細かい設定のことは今日はやりません。このトラックのインスペクターで今入れた FX、 これを選択します。そしてリバーブのセンド度合いを確認しながら係を調整していきます。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。ちょっとリバーブかけすぎですけども、ちょっと落としましょうか。リターンででも少し落としてもいいと思います。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。まだ気になるな。ふーふー、上にも降ってきた、頭の上にも降ってきた。最後にはミックスのバランスということになります。この辺で調整をしていきましょう。氷が降ってきた、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 氷が降ってきた。そして最後はマスタリング。はい、今プラグインアライアンスがものすごく売り出しているマスターデスクプロというので、マスタリングを見てみたいと思います。頭の上にも降ってきた。 LUFS がかなり小さいでした。 12LUFS ぐらいまで上げるようにします。この1のボリュームで上げていきます。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。これでゲインリダクションがマイナス3デシベルぐらいになっていますので、マスタリングとしてはこれぐらいでいいでしょう。ということで今日はボーカルを取ると決めてからやらないといけないようなこと、これを順番を追ってご紹介しました。どれも重要なところです。おまけとして最後にお話をします。皆さんがあまり持っていないようなアンタレスのマイクモッドというソフトウェアを持っています。これをノイズの後ぐらいにかけます。これは何をするものかと言いましたら、自分の取ったマイクをここで選択をします。もしない場合は、よく似たタイプのものを選択すればいいわけです。僕はマーシャルのマイクを使っていますので、まあ、これを選択します。そうしまして、今度は自分が使いたいようなマイクですね。例えば皆さんがご存知の有名なノイマンのマイク、こういうのをですね選択しまして、ノイマンのマイクで撮ったような音になるんです。完璧ではありませんが、そのようなことができるツールです。
ですから先ほどの音とは変わります。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。この上のインチというのがあるんですが、マイクの離れ感です。ですからこれを大きくしていくと、ちょっとマイクから離れたような歌い方になります。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。バイパスします。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。入れます。かき氷が降ってきた、頭の上にも降ってきた。今日使っているマイクはですね、真空管のコンデンサーマイクですので、あまり悪くないのでですね、差が分かりにくかったかも分かりません。でもこのようにですね、安いマイクしか持っていない人がいいマイクで撮ったようなエミュレーションをしてくれる、これがアンタレスのマイクモッドというソフトウェアです。今日のおまけの話としてさせていただきました。ボーカルというのは歌物の中でとっても重要な部分ですので、まあ歌は一気にはうまくはなれませんけれども、なるべくいい音に作り上げてミックスをしていただけるように頑張ってみてください。村長スタジオでした。